お疲れ様です。弁護士の五条です。今回は2017年に発生した座間9人殺害事件について解説してまいります。警察が行方不明になっていた女性を捜査する過程で発覚し、翌日までに9人の遺体が見つかった死体遺棄事件です。その後、犯人の男の逮捕後の尋問にて男が単独実行したことが発覚した連続殺人事件です。この年は上野動物園のジャイアントパンダのオスのリーリーとメスのシンシンのもとに5年ぶりにメスの赤ちゃんシャンシャンが誕生し、上野周辺がにぎわった年でした。2017年10月30日に行方不明になっていた女性を捜査する過程で、犯人白石隆弘の住んでいた神奈川県座間市のアパート室内で若い女性8人と男性1人の計9人の遺体が発見されました。殺害遺体損壊を行った期間は8月22日から10月30日までのわずか2ヶ月間で、全ての処理は遺体が発見されたアパート室内で行われたとみられています。白石は9人に対する強盗、強制性交等罪、強盗殺人罪、死体損壊、遺棄罪で起訴されました。これに対し弁護人は、各被害者はいずれも自殺願望を有していたため、白石に殺害されることを暗に承諾していた疑いがあると主張しました。仮に被害者が白石から殺害されることについて承諾していた場合、白石の行為には殺人罪ではなく同意殺人罪が適用されることとなります。弁護人の主張を前提としても、白石が被害者らを殺したこと自体は否定されません。弁護人は、なぜこのような主張を行ったのでしょうか。ここで人を殺した者に対する罪の法定刑を比較したいと思います。法定刑とは、その犯罪に法律上定められている刑のことです。殺人罪の法定刑は死刑、無期懲役、5年以上20年以下の有期懲役です。かなり幅があると言えますが、当然ながら非常に重い犯罪であると言えます。また強盗殺人罪は死刑または無期懲役と単純な殺人罪と比べてさらに重くなります。これに対し同意殺人罪の法定刑は6ヶ月以上7年以下の有期懲役または有期禁錮と、殺人罪や強盗殺人罪と比べ非常に刑が軽くなります。そのため実務では被告人に課せられる刑を軽くすることを狙って、被告人には同意殺人罪が成立するという主張がなされることがあります。さて、白石に対する刑事裁判に話を戻すと、裁判では被害者9人全員への承諾なき殺害行為などが認定され、2020年12月15日に東京地方裁判所立川支部で求刑通り死刑判決を受けたのです。死刑判決に対し、一度は弁護人が控訴しましたが、白石は自分のせいにも執着がなく、裁判を早く終わらせたい、死刑でも控訴しないとの意向通り自ら控訴を取り下げたため、控訴期限が切れた2021年1月5日に死刑が確定しました。短期間に一人で9人もの人を手にかけ解体するという猟奇的な事件を起こした白石の生い立ちはどういうものだったのでしょうか。白石は1990年東京都町田市に生まれました。父親と母親と妹の4人家族で、幼少期はおとなしく目立たない存在でした。4歳の頃に家族と共に座間市に引っ越しています。白石は父親とは不仲でしたが、母は料理上手で白石に優しかったのです。凶悪犯罪を犯した犯人の生い立ちにありがちなエピソードもなく、恵まれた環境で育ち、白石本人にも特に何の問題もないことから、生育環境からは猟奇性のルーツを探ることができませんでした。横浜市内の県立高校を卒業してからは、家を出て学生時代からバイトをしていたスーパーに正社員として勤務したものの、給料が安いと思い約2年で退職します。それからはパチンコ店や歌舞伎町にある風俗店スカウトマンの仕事など職を転々としており、その頃白石が知らない間に父母は離婚しています。2017年に職業安定法違反の罪で執行猶予付きの有罪判決を受け、それからは仕事をせず働かないで楽をして生活したい、紐になりたいという思いを強くしていきます。当時白石は父と同居をしており、父からの借金返済の催促や仕事をしろと言われることに並行し、早く家を出ることを考えていました。白石が紐として求める金額水準は低く、家賃が安いので食費を含めて月5万から10万あれば十分生活できたため、定期的に
5000円か1万円引っ張れれば十分と考えていました。そのための金づるを見つける手段はツイッターでした。ツイッターで自殺願望をほのめかす相手を見つけると、自分にも自殺願望があるようなメッセージを送りました。首吊り師というアカウントを使用して自殺希望者ばかりを狙ったのは誘いやすいためで、会うことが目的だったからです。白石には独自のフローチャートがあり、ターゲットに会うとまず金を持ってるか判断し、金になりそうなら付き合って金を出させる、金にならない場合は乱暴して殺害し金品を奪うと決めていたといいます。白石の殺害の目的は男性だけは証拠隠滅でしたが、他の女性8人については全て金と性欲を満たすことでした。同時期に白石と付き合っていて殺害されなかった金づるは3人ほど存在していて、それぞれ白石に好意を持ったり食事をおごったりしてくれる存在でした。なおその中の一人とは性的な関係もあったのですが、犯行を重ねるうち彼女との合意の上の関係では満足できず、失神した被害者たちとの性行為の方がより強い快感を得るようになっていったといいます。殺害の目的も金を奪うことよりも強制的な性行為の刺激を得たいと思う気持ちの方が強くなったのです。その衝動はエスカレートしていき、乱暴するだけでなく抵抗する女性を失神させることに快楽を見出すほど歪んでいきました。次に殺害の経緯を見てみましょう。1件目の被害者は女性 A さんです。 A さんを誘い出すために一緒に死のうと誘います。会うと意気投合し、白石は A さんに同居を提案し、 A さんも快諾します。アパートの賃貸契約をするために A さんに50万円を借りると、18日のうちに賃貸契約を結び22日に入居しました。これで無事に父との同居も解消され、このまま A さんと交際しようかと思ったものの、 A さんには他に交際相手がいると感じたこと、後に A さんと別れる時には50万円の返済をしなければいけないということの2点から A さんを殺害することにしました。23日、 A さんに急に襲いかかり、首を絞めて失神させてから乱暴した後、ロープをロフトにかけ、そのロープを意識のない A さんの首にかけて絶命させたのでした。2件目は8月28日に女子高生 B さん、3件目は8月30日男性 C さん。 C さんは A さんの知人だったため、 A さんの殺害が発覚することを恐れたものでした。4件目以降、9月は16日に女子大生 D さん、24日に女性 E さん、28日に女子高生 F さん、30日には女子高生 G さんと続きました。翌10月は18日に女性 H さん、そして最後の犠牲者となったのは23日の女性 I さんでした。白石に殺害行為の罪悪感があったのは B さんまでで、 C さん以降はためらいがなかったと認めています。10月24日に最後の被害者 I さんの兄が警視庁高尾警察署に捜索届を提出し、同署は捜査を開始していました。ツイッターで兄が I さんの情報提供を求めていたところ、以前白石に会ったことがある女性が I さんの行方不明に関係する人物として白石の情報を提供したのです。10月30日、兄に情報提供した女性が警視庁のおとり捜査に協力し、白石を町田駅に誘い出した上に行けなくなったと連絡しました。駅に来た白石を捜査員が尾行し、自宅アパートの特定に成功します。アパートに捜査員が踏み込むと、白石は終わったと思い諦めて自供を始めたのでした。あの子はここですと指さしたクーラーボックスに愛さんの頭部が入っていたのでした。室内には多数のクーラーボックスがあり、警察官の他にも殺したのかの問いに、白石は9人ですと答えました。遺体の損壊に用いる道具としてはノコギリなどを準備し、遺体の切断方法、消臭方法をスマホで検索して全て一人で行っています。解体は室内の浴槽で行っており、頭部以外は解体後密封容器に入れて現場のアパートから離れた2カ所のゴミ置き場に捨てていました。遺体の切断や腐敗臭は負担に感じていたものの、次第に慣れていき、最後の方では2、3時間ほどで終わったといいます。クーラーボックスに頭部や骨を保存していた理由については、頭部の骨が硬いため解体することが難しく、またそのまま遺棄して周辺住民に発覚することを恐れたためでした。被害者への気持ちを尋ねられると、 A さん、 E さん、 F さん、 I さんについては殺害したことを後悔しているが、それ以外には深い後悔を持てていないのが正直な気持ちと
9人全員ではなく4人についてだけ後悔という中途半端な回答を述べました。このような回答にした理由を問われると、過ごした時間の長さ、その方が置かれていた家庭環境、実際に逮捕につながったことと話しました。おそらく A さんは出会ってから殺害までの期間が他の被害者よりも長く愛着があったこと、 E さんは子供を残して亡くなったことで子供から母を奪ったこと、 F さんは金払いがよく白石の望む金づるになる可能性があり、本来なら殺す必要がないのに性欲に負け乱暴の上殺害してしまったことの後悔と思われます。 I さんについては足取りをワニが追跡したため逮捕につながったという後悔、恨みがあったのでした。白石には事件に対する後悔はあっても反省の様子は全く見られなかったのです。被害者の遺族に何を思うかと聞かれると、遺族との面識はないので正直何も思いませんでしたと答えています。恐ろしいほどの共感性のなさです。その一方で自らの家族には迷惑をかけて申し訳ない、自分の存在を忘れて生活してほしいと白石なりの家族への感情を表現しました。犯行期間中の2ヶ月の暮らしを聞かれると、すごく楽で自分の快楽を追い求めたような生活でしたという言葉には驚くことしかできません。そしてもし逮捕されていなかったらという質問にはこう答えています。私のスケジュールでは遺体をレンタルルームか山に埋めるなどして部屋から持ち出し、部屋を解約して引っ越し、ツイッターで見つけた女性の部屋に転がり込んでリセットするつもりでしたと、外見上ごく普通の人間で礼儀正しく話術に長け物腰の柔らかな好青年として市政にうまく溶け込んでいた白石、しかしネットの陰に隠れて目的のためなら嘘も平気でつき、リスクを考えずに殺害のハードルを軽々と飛び越えてしまいました。白石の生育歴やエピソードに猟奇的なものがあれば、私たちは犯人は普通じゃなかったんだ、犯人は特殊な人間なんだと思うことができたでしょう。しかしいわゆる普通の人間がこのような事件を起こしたと考えることはとても辛く苦しいことです。第2、第3の白石が誕生しないようにと祈らずにはいられません。亡くなられた方々のご冥福をお祈りいたします。このチャンネルではもっと残酷な事件も扱っているので、精神の弱い方は見ないでください。